チャオ、あちゃんです、今日は奈良県橿原市のおふさ観音さんに来ました、これね、8月末まで風鈴祭りやってるんで行きましょう。すごい、ここはね、バラ園があって、バラのお寺って言って、バラ園があるね。バラ園があると、夏7月から8月の間、風鈴祭りをしてて、風鈴をしましょう。すごいね、圧巻やね。してるんで頭を使わないときましょう。足も痛いしね、もう体中見ないといけないね、耳もないとか、なでなで地蔵様ってね、なでとくと目もね丸いんだよね。とお釈迦様の足腰の気がなでときましょう。すごいね。三脚、これ三脚だけ外して、ここで取っとくわ。みんな風鈴の色がやっぱ違うよね。これだけこの細かい見てください。これ圧巻やと思うね。風鈴の数で。すっごい数の風鈴があってね。で、この下バラやよね。で、春と秋にバラが咲くんだよね。綺麗に咲く。今もちょっとバラ、ちょっと色がね、こんな感じだけど。すごいバラもね、全部咲くと圧巻なんだよね。
ですね。取っといてはい、この表から入って裏の方に来てね、もう圧巻なね、風鈴があるね。これだけ風鈴があってね、すごい、音がね、すごい。あ、アヒルちゃんの風鈴がかわいい。なんか短冊が落ちてるね。誰かの短冊が外れて落ちております。どっから取る？あれやな、消えたんやな。こういう風鈴があって、ね、風鈴だけじゃなくね、ここ、あれがいてんのかな、ザリガニとか、向こうにメダカがおんねん。なんも見えん。
登ったら風鈴がなんかね違うのが見える。登ってみましょう。あーすごい、こっから撮るとねめっちゃ綺麗。ちょっと後でキャメラマンにこっから撮ってもらいます。上から撮ってみて、上から撮ったらすごい切った。ちょっと待って一回。ほんまや。はい、ね、上から撮った風鈴の景色とまた違うと思うね。あれ、いい感じにカメラが回ったら風が吹き出した。なぜかクロミちゃんとあれは誰でしょう、よくわからへんキャラクターの人形とかアーニャのフィギュアとか置いてあるんだよね。ちょっと意味がわからへんねんけど、もうそういう遊び心のあるお寺やねここね。子供ちゃんがいてんのかな。これは何、オリンポスの鐘。ガチャピン？ガチャピンのキノコ。どれ？あ、これ？あ、ほんまや。え、変な音する。ガチャピン音悪い。これすごいな。お、アメージングです。そうですね、聞こえる。あ、なんかトトロとかもおる、ミッキーとか。
店やねん。あ、いや、やったまの豚。おだて豚や。鯉とか亀をね、亀がいっぱいおるね。赤耳、ミシシッピ赤耳がね。鯉でかすごいね。こちらもね、こんな感じね、撮影とかね、レイヤーとかの一般の人ウェルカムなお寺ばっかりだけどね、そうじゃなくお金儲けのとこもいっぱいあるからね、ここのお寺はすごいいいお寺だとあっちゃんは思います。はい、すごいね、なんていうのかな、参拝者さんをウェルカムなところでね、あ、亀がコラボしてる。うちも亀がいっぱいおるわ。
ちょっと声止まる。ただいま。今度では。はい、おみくじを引きますね。花みくじ。これ200円なんでね。200円。これ。これを引いてみます。次行こう。座ろう。はい、では開けてみます。ここね、やっぱり草木が多いから蚊が多い。おみくじが入ってます。まあ、これね、お花は山吹、いや谷間に落とした金貨が花になったという伝説がある。花びらが散り地面に黄金に変わる、染まるほど見て山吹色という言葉が生まれました。また山吹は庶民の間では薬用として用いられています。花咲きて実はならぬとも長日に思うかも、山吹の花、実はならへんけど、花がね、綺麗に咲き乱れる花らしいね。第50番おみくじ、運勢は吉。目が血がちっちゃい。運気は上昇、足元からしっかり安定しています。新しいことなら大抵成功、良いパートナーに出会うでしょう。この時期は自分の行動にも自信が持て、また実力もついてきますが、他人の協力を得てことをなすことが好ましい。一人でやることは大方失敗する。多くの人の意見を聞いて、結果を得るように。仕事交渉飽きない、新しい方針を打ち出すと良い。交渉ごとは積極的に話を煮詰めると出費も多いが、また実りも大きい。愛情、縁談、恋愛、素敵な相手と出会うきっかけは身近な知人が持っているかも。
信頼できる仲人口なら縁談吉。健康、病気、療養、まず心配ない。運動不足の嫌いがあるから、当たっとるから、何か一つ始めたら病気は医師の指示通り守れば改善する。学業、芸技、試験、努力に比例して効果がある。新しいやり方を検討してみては、先生や先輩の、経験と知恵を活用すること。結構運気がね、いい感じ。上り流って感じの運気でね、一人でやるんじゃなく、いろんなパートナーと、だから、あーちゃんはね、まあ、新たにね、大切な息子と、あーちゃんにね、大切なパートナー、アコとね、今一緒に動画を作りをしてるんだけど、これがやっぱりいいことやと思う。今やってることはすごい成功やから、やってることしか間違ってもないし、必ず花開くって決めてるね。これからね、あっちゃんねる、新生あっちゃんねるは、あっちゃんねるでありながら、子供、アコと一緒に、ね、まあ、スタッフ、3人とあっちゃんとでね、新生あっちゃんねるをね、盛り上げていこうかなと思うんでね、みんな一緒にね、見ていただければ嬉しいです。はい、山吹色、黄金に咲き乱れる、金運の山吹が出ました。ということです。じゃあ、暑い。帰りますか。はい、ということで、今日はおふさ観音さんからね、風鈴祭りに行きました。おふさ観音のね、風鈴祭りね、すごいね、風鈴がすごい綺麗でね、圧巻なところなんでね、見てるとね、すごいもう、爽快というか。ということで、ちょっとね、これ何年か、毎年夏になってやってるのにね、来てんだけども、去年ちょっと来れへん、このコロナで来れへんかったんだけど、またね、来年も来たいと思います。で、決勝に。高いのパンフレット今日からまたね、もらって帰りましょう。もういろいろね、あるけども、高いのか、そうだよ。はい、はい、ということでね、今日はね、奈良県橿原市、これ、なんて読むのかな、ここ住所ね、おふさ町やね、橿原市おふさ町にあるおふさ観音さん、に来ました。ここから戻って、はい、おふさ観音ね、風鈴、今ね、ちょうどね、8月末まで風鈴祭りやっててね、風鈴がすごい数で圧巻でした。まあ、これね、毎年ね、風鈴の数増えてるような気もするんだけど、この風がね、吹いてね、ランダムになるこの風鈴っていうのはね、すごい癒されるし、運気も向上するし、厄除けにもなる、魔除けにもなるのでね、風鈴、1回に1個買ってみてはいかがでしょうか。この音、すごい癒されると思います。はい。ということで、今日はね、風鈴祭り、おふさ観音さんから、お送りしました。今日のあちゃんのおふさ観音風鈴祭り、よかったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。風鈴祭りが8月いっぱいで終わっちゃうんやけども、ここね、すごいお寺なんでね、またよかったら来てください。あとまたね、秋のバラ祭り、10月19日から11月31日まで秋のバラ祭りやってるんでね、で風鈴祭りは8月31日まで、また春は5月15日から6月30日までやってるんでね、でよかったら来てみてください。風鈴祭り入場無料です。本来入るの300円やけどもね、それはどうでもいいけど、入場は無料なんで、ぜひぜひ風鈴の音色楽しんでみてください。またね、バイバイ。チャオ、あっちゃんです。今日は奈良県橿原市のおふさ観音さんに来ました。これね、8月末まで風鈴祭りやってるんで、行きましょう。すごい。ここはね、バラ園があって、バラのお寺って言って、バラ園があるね。バラ園があるけど、夏7月から8月まで風鈴祭りをしてて、風鈴を行きましょう。すごいね。圧巻やね。
て脳出血してるんで頭に考えておきましょう。足も痛いしね、もう体中見ないけど何も見えないとか、なでなで地蔵様ってね言われるとか、目もね丸いんだよね。お釈迦様の足、足腰の気が撫でときましょう。すごいね。三脚だけ外して、ここで取っとくわ。これだけこの子の感じ見てください。これ圧巻やと思うね。風鈴の感じ。すっごい感じの風鈴になってね。で、この人はバラやね。で、春と秋にバラが咲くんだね。綺麗に咲く。何本もちょっとバラで、ちょっと色がね、こんな感じだけど。すごいバラもね、全部咲くと圧巻だよね。
っといて。取っといて。取っといて。はい、この大手から入って裏の方に来てね、もう圧巻なの風鈴があるね。これだけ風鈴があってね、すごい、音がね、すごい。あ、アヒルちゃんの風鈴や、かわいい。なんか短冊が落ちてるね。誰かの短冊が外れて落ちております。どっから取れた？あれやな、切れたんやな。こういう風鈴があって、ね、風鈴だけじゃなくね、ここ、あれがいてんの、ザリガニとか、向こうにメダカがおんねん。なんも見えん。ここに登ったら風鈴のなんかね、違うのが見える。登ってみましょう。ああ、すごい。こっから撮るとね、めっちゃ綺麗。ちょっと、後でキャメラマンにこっから撮ってもらいます。上から撮ってみて。上から撮ったらここ切るか。ここ切るか。これも切るか。ほんまや。はい、上から撮った風鈴の景色ってまた違うと思うね。あれ、最近カメラが回ったら風が吹き出した。なぜか
クロミちゃんとあれは誰でしょう。よくわからへんキャラクターの人形とか、アーニャのフィギュアとか置いてあるんだけどね、ちょっと意味がわからへんけど、もうそういう遊び心のあるお寺やね、ここね。子供ちゃんがいてんのかな。これは何、オリンポスの鐘。ガチャピンだけ。ガチャピン、ガチャピンのキヨコ。どれ、あ、これ、あ、ほんまや。変な音する。ガチャピン音悪い。これすごいな、アメージングレス。アメージングレスに聞こえる。あ、なんかトトロとかもおる、ミッキーとか。おだて豚や。鯉とか亀をね、亀がいっぱいおる。赤耳、ミシシッピ赤耳が見える。鯉でかてらもね、こんな感じね、撮影とかね、レイヤーとか、一般の人ウェルカムなお寺ばっかりやったんだけどね、そうじゃなくお金儲けのとこもいっぱいあるからね、ここのお寺はすごいいいお寺だとあっちゃんは思います。はい。すごいね、なんていうのかな、参拝者さんをウェルカムなところでね、あ、亀がコラボしてて、うちも亀がいっぱいおるわ。
ご参加いただきました。どうも、こいつも。ただいま、本堂では、おみくじを引きます。花みくじ。これ200円なんでね。200円。これ。これを引いてみます。次行こう。座ろう。はい、では開けてみます。ここね、やっぱり草木が多いから蚊が多い。おみくじが入ってます。まあここでね、お花は山吹。いや、谷間に落とした金貨が花になったという伝説がある。花びらが散り地面に黄金に変わる染まるほど見て山吹色という言葉が生まれました。また山吹は庶民の間では薬用として用いられています。花咲きて実はならぬとも長日に思うかも、山吹の花実はならへんけど、花がね、よく急に咲き乱れる花らしいね。第50番おみくじ、運勢は吉。目が血がちっちゃい。運気は上昇、足元からしっかり安定しています。新しいことなら大抵成功、良いパートナーに出会うでしょう。この時期は自分の行動にも自信が持て、また実力もついてきますが、他人の協力を得てことをなすことが好ましい。一人でやることは大方失敗する。多くの人の意見を聞いて、結果を得るように。仕事交渉飽きない。新しい方針を打ち出すと良い。交渉ごとは積極的に話を煮詰めると、出費も多いがまた実りも大きい。愛情、縁談、恋愛、素敵な相手と出会うきっかけは身近な知人が持っているかも
信頼できる仲人口なら縁談吉。健康、病気、療養、まず心配ない。運動不足の嫌いがあるから、当たっとるから、何か一つ始めたら病気は医師の指示通り守れば改善する。学業、芸技、試験、努力に比例して効果がある新しいやり方を検討してみては、先生や先輩の、経験と知恵を活用すること。結構運気がね、いい感じ。上り竜って感じの運気でね。一人でやるんじゃなく、いろんなパートナーと。だから、あーちゃんはね、まあ、新たにね、大切な息子と。あっちゃんにね、大切なパートナーを過去とね、今一緒に動画を作りをしてるんだけど、これがやっぱりいいことやと思う。今やってることはすごい成功やから、やってることしか間違ってもないし、必ず花開くって決めてね、これからね、あっちゃんねる、新生あっちゃんねるは、あっちゃんねるでありながら、子供、過去と一緒に、まあ、スタッフ、3人とあっちゃんとでね、新生あっちゃんねるをね、盛り上げていこうかなと思うんでね。みんな一緒にね、見ていただければ嬉しいです。はい。山吹色、黄金に咲き乱れる、金色の山吹が出ました。ということです。じゃあ、暑い。帰りますか。はい。ということで、今日はおふさ観音さんからね、風鈴祭りに来ました。おふさ観音のね、風鈴祭りね、すごいね、風鈴の音綺麗でね、圧巻なところなんでね、見ててね、すごいもう、爽快というか。ということで、ちょっとね、これ何年か、毎年夏になってやってるのに、来てんだけども、去年ちょっと来れへん、このコロナで来れへんかったけど、またね、来年も来たいと思います。よいしょ。坂上のパンフェット今日これまたね、もらって帰りましょう。いろいろね、あるけども、はい、帰ろうか。そうだよ、はい、はい、ということでね、今日はね、奈良県橿原市、これ、あれ、なんて読むのかな、ここ住所ね、おふさ町やね、橿原市おふさ町にあるおふさ観音さん、に来ました。ここからこう撮って、はい、おふさ観音ね、風鈴、今ね、ちょうどね、8月末まで風鈴祭りやっててね、風鈴がすごい数で圧巻でした。まあ、これね、毎年ね、風鈴の数増えてるような気もするんだけど、この風がね、吹いてね、ランダムになるこの風鈴っていうのはね、すごい癒されるし、運気も向上するし、厄除けにもなる、魔除けにもなるんでね、風鈴、1回に1個買ってみてはいかがでしょうか。この音、すごい癒されると思います。はい。ということで、今日はね、風鈴祭り、おふさ観音さんから、お送りしました。今日のあっちゃんのおふさ観音風鈴祭り、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。風鈴祭りが8月いっぱいで終わっちゃうんやけども、ここね、すごいお寺なんでね、またよかったら来てください。あとまたね、秋のバラ祭り、10月19から11月30日まで秋のバラ祭りやってるんでね、で風鈴祭りは8月31日まで、また春は5月15から6月30日までやってるんでね、でよかったら来てみてください。風鈴祭り入場無料です。本来入るの300円だけどもね、それはどうでもないけど、入場は無料なんで、ぜひぜひ風鈴の音色楽しんでください。またね、バイバイ。チャオ、あちゃんです。今日は奈良県橿原市のおふさ観音さんに来ました。これね、8月末まで風鈴祭りやってるんで、行きましょう。あ、すごい。ここはね、バラ園があって、バラのお寺って言って、バラ園があるね。バラ園があるけど、夏、7月から8月の間、風鈴祭りをやってて、風鈴を行きましょう。すごいね。圧巻やね。
だと思うんですよね。で脳出血してるんで頭も痛いときましょう。足も痛いしね、もうか体中見ないといけないね、耳がないとか。なでなで地蔵様ってね、寝るとこと目もね丸いんだよね。お釈迦様の足腰の気が慣れときましょう。すごいね。三脚だけ外して、ここで取っとくわ。違うよね。これだけこの子の鍵見てください。これ圧巻やと思うね。風鈴の鍵で。すっごい鍵の風鈴になってね。で、この人はバラやね。で、春と秋にバラが咲くんでね。で、綺麗に咲く。今もちょっとバラ、ちょっと色がね、こんな感じだけど。すごいバラもね、全部咲くと圧巻なんよね。
っといてな。取っといて。取っといてや。はい、この表から入って裏の方に来てね、もう圧巻なの、ヒーリンガーね。これだけヒーリンガーってね、すごい、音がね、すごい。あ、アヒルちゃんの風鈴がかわいい。なんか短絡が落ちてるんだ。誰かの短絡が外れて落ちております。どっから取る？あれやな。切れたんやな。こういう風鈴があって、ね、風鈴だけじゃなくね、ここ、あれがいてんねん。ザリガニとか、向こうにはペダカがおんねん。なんも見えここに登ったら風鈴のなんかね違うのが見えるので登ってみましょう。あーすごい、こっから撮るとねめっちゃ綺麗。ちょっと後でキャメラマンにこっから撮ってもらいます。上から撮ってみて、上から撮ったここ切ったどうもっといっちゃうほんまや、はい、上から撮った風鈴の景色とまた違うと思うね。あれ、上にカメラが回ったから風が吹き出した。なぜか
クロミちゃんとあれは誰でしょう。よくわからへんキャラクターの人形とか、アーニャのフィギュアとか置いてあるんだけどね、ちょっと意味がわからへんけど、もうそういう遊び心のあるお寺やね、ここね。子供ちゃんがいてんのかな。これは何、オリンポスの鐘。ガチャピンだけ。ガチャピン、ガチャピンのキヨコ。どれ、あ、これ、あ、ほんまや。え、変な音する。ガチャピン音悪い。これすごいな、アメージングレーザー。アメージングレーザー聞こえる。あ、なんかトトロとかもおる、ミッキーとか。頭の豚、おだて豚や。これちょっ鯉とか亀をね、亀がいっぱいおるね。赤耳、ミシシッピ赤耳が見える。鯉でかお寺もね、こんな感じで、撮影とかね、でやるのが、一般の人ウェルカムなお寺ばっかりやったんだけどね、そうじゃなくお金儲けのとこもいっぱいあるからね、ここのお寺はすごいいいお寺だとあっちゃんは思います。はい、すごいね、なんていうのかな、参拝者さんをウェルカムなところでね、あ、亀がコーラムしてて、うちも亀がいっぱいおるわ。
本日はようこそご参加いただきました。おみくじを引きますね。花みくじ。これ200円なんでね。200円。これ。これを引いてみます。次行こう。座ろう。はい、では開けてみます。ここね、やっぱり草木が多いから蚊が多い。おみくじが入ってます。まあこれね、お花は山吹。いや、谷間に落とした金貨が花になったという伝説がある。花びらが散り地面に黄金に変わる染まるほど見て山吹色という言葉が生まれました。また山吹は庶民の間では薬用として用いられています。花咲きて実はならぬとも長日に思うかも、山吹の花実はならへんけど、花がね、よく急に畑に出る花らしいね。第50番おみくじ、運勢は吉。目が血がちっちゃい。運気は上昇、足元からしっかり安定しています。新しいことなら大抵成功、良いパートナーに出会うでしょう。この時期は自分の行動にも自信が持て、また実力もついてきますが、他人の協力を得てことをなすことが好ましい。一人でやることは大方失敗する。多くの人の意見を聞いて、結果を得るように。仕事交渉飽きない。新しい方針を打ち出すと良い。交渉ごとは積極的に話を煮詰めると出費も多いが、また実りも大きい。愛情、縁談、恋愛、
素敵な相手と出会うきっかけは身近な知人が持っているかも。信頼できる仲人口なら縁談吉。健康、病気、療養、まず心配ない。運動不足の嫌いがあるから当たっとるがな、何か一つ始めたら病気は医師の指示通り守れば改善する、学業、芸技、試験、努力に比例して効果がある新しいやり方を検討してみては、先生や先輩の、経験と知恵を活用すること。結構運気がね、いい感じ。上り竜って感じの運気でね、一人でやるんじゃなく、いろんなパートナーと、だから、まあちゃんはね、まあ、新たにね、大切な息子と、あっちゃんにね、大切なパートナーを、過去とね、今一緒に動画を作りをしてるんだけど、これがやっぱりいいことやと思う。今やってることはすごい成功やから、やってることして間違ってもないし、必ず花開くっていうことね。これからね、あっちゃんにいる、新生あっちゃんにいるは、あっちゃんにいるでありながら、子供、と一緒に、ね、まあ、スタッフ、3人とあっちゃんとでね、新生あっちゃんにをね、盛り上げていこうかなと思うんでね、みんな一緒にね、見ていただければ嬉しいです。はい、山吹色、黄金に咲き乱れる、金色の山吹が出ました。ということです。じゃあ、暑い。帰りますか。はい、ということで。今日はおふさ観音さんからね、風鈴祭りに行きました。おふさ観音の風鈴祭りね、すごいね、風鈴がすごい綺麗でね、圧巻なところなんでね、見ててね、すごいもう、爽快というか。ということで、ちょっとね、これ何年か、毎年夏だけやってるのにね、来てんだけども、去年ちょっと来れへん、このコロナで来れへんかったけど、またね、来年も来たいと思います。よいしょ。おふさ観音のパンフレット。どうかまたね、もらって帰りましょう。うん、どうだね、あるけども。帰ろうか。そうだよ。はい。はい、ということでね、今日はね、奈良県橿原市。これ、あれ、なんて読むのかな、ここ、住所ね。おふさ町やね。橿原市おふさ町にあるおふさ観音さん、に来ました。ここから、ここ撮って。はい、おふさ観音ね、風鈴、今ね、ちょうどね、8月末まで風鈴祭りやっててね、風鈴がすごい数で圧巻でした。まあ、これね、毎年ね、風鈴の数増えてるような気もするんだけど、この風がね、吹いてね、ランダムになるこの風鈴っていうのはね、すごい癒されるし、運気も向上するし、厄除けにもなる、魔除けにもなるんでね、風鈴、1回に1個買ってみてはいかがでしょうか。この音、すごい癒されると思います。はい。ということで、今日はね、風鈴祭り、おふさ観音さんから、お送りしました。今日のあちゃんのおふさ観音風鈴祭り、よかったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。風鈴祭りが8月いっぱいで終わっちゃうんやけども、ここね、すごいお寺なんでね、またよかったら来てください。あとまたね、秋のバラ祭り、10月19日から11月30日まで秋のバラ祭りやってるんでね、で風鈴祭りは8月31日まで、また春は5月15日から6月30日までやってるんでね、でよかったら来てみてください。風鈴祭り入場無料です。本来入るの300円やけどもね、それはどうでもいいけど、入場は無料なんで、ぜひぜひ風鈴の音色楽しんでみてください。またね、バイバイ。